根伝英年資材法は、奈良時代中期の聖武天皇の治世に、天平15年5月27日に発布された直で、根伝の英年資材化を認める法令で、根伝永生資材法とも言う。後にこの制度は、崩れてしまう。聖縁発生の基礎となった法令である。1897年にも、開墾地無償付与という、似た制度が実施されている。直、序文。 根伝四所養老七年書く、限り満死後、異例修寿。ゆぜのお二る剣、かいちまたあら。事故以後、認可め資材。無論賛成一心、ことごとく皆な年ばく取り。その国資材人の日、根伝一以前書く。ただし人意買い出し目示者、先週国申請、サート会の。不得、陰国占い受けびやく小遊の字。若受け地の後、いた流三年。 本主府会社、長他人開墾。天平15年5月27日、類寿三大閣より、現代語訳、命令する。これまで、根伝の取り扱いは三世一新法に基づき、満期になれば就効し、通例通り授与していた。しかし、そのために、農民は意欲を失って怠け、開墾した土地が、再び荒れることとなった。今後は、死罪とすることを認め、 賛成一心にかかわらず、すべて永年にわたり就校しないこととする。国史の在任中における根伝の扱いは、前の核に準拠するものとする。ただし、高知を開墾してその土地を占有しようとする者は、まず国に申請し、叱る後に開墾せよ。この規定を根拠として公衆に、妨げのある土地を占有することはできない。 もし許可を受けた者が3年経っても解墾しない場合は、他の者からの解墾の申請を受け付ける。天平15年5月27日中、訳には誤りを含む可能性が十分にある。ただし、俗日本気巻15の同日上を見ると、同じく天皇による命令形式である御事の利として出され、その中に次の一文が入っていたことがわかる。この部分は、以下に応じて、 私有面積の上限を定めた規定であるが、この部分が上記の類寿三大角では削除されている。この事情については、後の面積制限の削除の項で述べる。その新能一品及び一位五百兆、二品及び二位四百兆、三品四品及び三位三百兆、四位二百兆、五位百兆、六位以下八位、 以上50兆。ソイイカイタリウ諸人10兆。ただし軍事者、大量少量30兆。主政主張10兆。若あり、選球地方ここ限り、便速観光。観作委員儀、火災女法。国資罪人の日。現代五百新能の一品と一位には500兆。二品と二位には400兆。三品、四品と三位には300兆。四位には200兆。 5位には100兆、6位以下8位以上には50兆、そう以下諸人に至るまでは10兆。ただし、軍事には大量、少量には30兆、主政、主張には10兆とせよ。もし以前に与えられた土地で、この限度よりも多いものがあれば、速やかに公に返せ、不正に土地を所有して隠し欺くものがあれば、罪を課すことは法のごとくにする。 直おき孝二郎補加役中、俗に本気に平凡者、東洋文庫による、養老七年に出された三世一心法によって、根伝は、孫までの三代の間に資材化が認められていたが、それでは三代後に国に返さなければならないことが見えて、おり、農民の根伝意欲を増大させるには至らなかった。また開墾された他も、就校の時期が迫ると手入れがなされなくなり、荒れ地に戻ってしまいがちである。 それを踏まえ、食料の生産を増やすため、この法の施行をもって、永年にわたり、資材とすることを可能とした。当時の根本法令であった律令においては、原則として、国の土地はすべて国有地であり、公の土地を民衆へ、工作割り当てを行い、その収穫から調税すると規定されていた。このことから、根田永年資材法の施行は、 公の土地という大前提を覆すものであると捉えられ、律令体制崩壊の兆候として一般には考えられている。しかし、現存する養老律令電領第29条において、資源に関する記述があるように、律令体制は必ずしも公の土地にのみ立脚していたわけではない。律令の条文を丹念に読んでみると、活用可能な高地は、 最大限に活用するという趣旨を組み取ることも可能であり、その観点からであれば、根田永年資材法は律令を否定するものというより、律令の法目的を補強するものだったとの見方もある。ただし、原文には、ゆぜ農夫たるけん、か復じとあるが、三世一新法の施行からまだ二十年しか経っておらず、三代を経過して、農民の意欲が減退するという事態が、 本当に生じたかは疑問が残るところである。これを根拠としてむしろ農民というより不合や大臣委員の利益誘導ではなかったかという見方もある。混田永年資材法では開墾予定地の占い定手,手続きや3年間という開発期限を明確にすることで開墾殿を国家が掌握し規制する体制が確立された。開墾された他は輸送殿とされ、 国家への納税義務があった。開根殿の私有を認めることにより、工作意欲を促しつつ、それを輸送電として国家の税収を確保する。開根殿を国税の中に取り込んでいくシステムの確立が図られたのである。根殿永年資材法によって、資本を持つ中央貴族や大臣が諸国の国士を通じて、 地方諸国に開発予定地を設定して開墾して、私有地とする動きが出始めた。これが、貴族や大臣委員による資料化へとつながっていくこととなる。同郷が、聖徳天皇の貢献で、大城大臣前時に着くと、天平神後元年3月6日に根源が加熱してきたので、根源私有を禁止する、胸の大城官府が発布された。しかし、 聖徳天皇が崩御し、公認天皇が即位したことで、道教が出却すると、後期3年10月14日に、懇伝子有を許可するという、胸の大乗還部が発布された。藤原氏ら不合や、大臣委員などの圧力により、再度懇伝を許可することになったと考えられている。前述のように、俗に本気に含まれていた、子有面積の制限についての規定が、 ルイジュ三大核では削除されている。ルイジュ三大核の規定は公認11年に編纂された公認閣に依拠しているとされているが、俗日本記はそれよりも23年早い延暦16年に完成しており、俗日本記の方が本来の見事のりの文章であったと考えられている。宮城英章の研究によれば同じルイジュ三大核に所集された。 公認2年正月29日及び2月3日付の大上官府は、天平の御事のりに定められた制限が前提とされて、出されたものとされ、これが正しければ、俗に本期編纂時には、面積制限が現行法であり、その規定をそのまま再録した可能性が高くなる。そのため、公認各編纂段階において、面積制限の規定が削除されていたために、 当該部分を削除した文章が再録され、それが類寿三大核に採用されたと考えられている。その背景については、律令制の主観による有力者からの圧迫もあるが、公認年間が極度の農業不振の時期であったことが、日本語機などから明らかになっており、財政及び食料を不足の解消のための緊急措置として、高知の維持。 拡大政策をとった結果であると考えられている。北海道と沖縄を除く日本各地に現存する上利以降の多くは奈良時代中期以降に始まったと見られている。このことから各地の上利は根伝永年資材法に伴って開発された根伝を中心として施行されたのではないかと考えられている。ありがとうございます。